はい、皆さんこんにちは、ワンダリグルビッシュです。では今回はパワープロ2018栄冠9続きをやっていきたいと思います。まあ甲子園に1回出場したらもう1回かな、出場したら不定期更新に切り替えますと話をしていたと思うんですけども、まあ、前回ですね、あれよあれよと、春の甲子園を制覇してしまったので、まあ、これは春夏連覇をちょっと目指さないわけにはいかないだろうということで、ちょっと夏の甲子園大会まではこのままプレーの方させていただきたいなというふうに思っています。お時間ある方ぜひぜひお付き合いをいただければ嬉しいなというふうに思います。で、春の甲子園大会優勝してますんで、名門高校に一気に格上げになっています。では早速続きをプレイしていきましょう。まあ、ここは練習メニューも豊富にあるんですが、練習指示を一回、まあ、どうせ4月1日に入ったらすぐやるので使うだけ使っちゃってですね、あとは2が欲しかったけど2はないか。だったらちょっと3を使っておきましょう。3がいっぱいあるんで。で、アイドルがちょっとこの先金曜日にいるので、まあ、そこでしっかりアイドルを踏んでいければいいかなというふうに思っています。で、超高校級の天才ピッチャー堀野、スタミナが A でコントロールを A までちょっと持っていきますか一旦。で、他は球速、矢部は次世代、まあちょっとやるかやらないかは別にして、次世代のエースとしてスタミナ D か、ちょっと球速を上げておきましょう。変化球もちょっとしょぼいですからね、矢部くん。で、板垣はちょっとミートに切り替え、熊野、打てる、捕手、熊野。熊野はどうする？このままパワーかな。白石はパワーにしていきましょうか。まあ、なんといってもね、ピッチャー堀野がいくら抑えても点を取ってもらわないことにはもちろん勝てないので、まあ、そのあたりを意識した練習メニューを組んでいきましょう。金曜日にアイドルがいて、その3日後には入学式か。ちょっと微妙だな。お、水曜日にいるじゃないか。素敵な出会いを増やしてくれたおかげで水曜日にアイドルが出てきてくれましたね。これで練習効率大幅アップ、テンションアップか。まあ、テンションアップでもいいんだけどな。どうする？これでアイドル踏めなくなっちゃったな。仮設シャワーで1が来ることをね、ちょっと祈りますか。1が来てくれ。3、まあしょうがないですね。あと入学式で有望な選手が入ってくるかどうかですね。沼田、ちょっと見るだけ見ましょうか。特段特筆すべき点はないですが、スライダーが5ですね。ただしスタミナが G。 寺岡、シュート回転、市村くんは低め丸、短期ですね。ナックル持ってるのか。ナックルボーラーの高校生ってあまり聞かないですよね。堀江、アベレージヒッター持ってる。なかなか打てそうですね。ミートパワー、走力 T。船津、菅原、流し打ち、飯村くん、平山、プレッシャーランニング、怪我しにくさ B。 ただこれくらいその名門高校になってくると、本来だったら有望な選手が集まってくるんじゃないかなと思うんですけど、今回の1年生はなんかちょっと微妙でしたね。正直名門高校にしては期待していた割には。さて、ここからどうする？もうはっきり言って天才ピッチャーが育ちきった感はあるので、打撃力重視に変えていきましょうか。
堀野がこれ以上その育つかっていうとある程度限界が見えてきてるので、それだったら打撃力で打てるチームにこっから夏にかけて仕上げていくというのも全然ありかなって感じがします。で、日曜日の特訓マスと月曜日の分岐マス、ここは止まっていきたいので、ちょっとマス目の調整をしていきましょう。理想はやっぱり 4-1 かな。スケジュールの見直しを使っちゃおう。早速4使ってダッシュで1を止まっていければいいかな。ここはどうする？阿部比チャンス丸、チャンスプラス2かな。頼むぞ福住、厳しいか。じゃあここはお勉強をして分岐マスでアイドルを引きたい。アイドルが来てくれれば一気にテンション上がるからな。練習効率も当然上がりますよね。アイドルは下か。下に行こう、下に行こうじゃないか。T は残しときたい。いや、腕立て残したいな。 T を使っちゃう。 T 使って、いや T 使うと厳しいな。しょうがない、変化球の投げ込みを使って火曜日のアイドルに3で止まっていきましょう。さあここだ、ここでちょっと練習メニューの見直ししておきましょう。でね、全然違う話になっちゃうんですけど、自分で言うのもなんなんですけど、ちょっとっていう言葉を結構使っちゃうんですよね。なので聞いていらっしゃる方かなりお聞き苦しいんじゃないかなと思って、申し訳ないなと思ってるので、意識的に使わないようにしていきたいなと思ってるんですけど、どうしてもふとした瞬間に出ちゃうんですよね。このあたりは少し見直しを自分の中でかけていきたいなとは思ってるんですけど、で、話を戻してですね、1年生は基本的にはミート、バットにボールを当ててくれないことには何も起きえないので、1年生はミートを入れておきましょう。練習効率がかなりアップが来たんで、ここで筋トレにするか T にするか、まあ、ここはパワーかな。でこのまま、そうだな、ストレッチも使って先にググッと飛ばしていきましょうか。練習試合を1回ぐらいやっておきたいなと思うんですけどね。名門高校にもなるときっと練習試合の申し込みは多いんじゃないかなと思うんですけどね、まあ、ここまで残念ながら練習試合の申し込みが来ないというか、できないというか。土曜日の分岐には止まっていきましょう。で、1が少し溜まってきてるので、4-1 が理想なんですが、1ばっかりだなぁ。1を少し吐けさせていきますか？
練習効率が上がったところで残念なんですが、メンタルトレーニングを入れていきます。アイドルはいないね。アイドルがいないんだったら、大きいマスを使っていきましょう。で、あわよくば、シュート回転とかね、1年生が持っていた赤徳を消してもらいたいので、まあ、1か8かになりますが、プロの OB のところに行きます。うわー、やられた。練習効率を下げられた。これがあるんでね、ちょっと、プロのところには、止まりづらいなと。時間に関係なく今回は夏の甲子園予選1回戦までプレーをしていきましょう。1回戦で負けたらもうそれまでで終了ということになっちゃうんですけど、まあさすがにね、1回戦で負けるわけにはいかないと思うので、勝ってくれるでしょうと信じて、夏の甲子園地区大会1回戦までプレーをしていきます。でこの後占い師のところとかに泊まってもあまり意味がないので、2変化球投げ込みを使って練習効果アップに踏んで、あとはメニューの大きいところを踏んでいきましょう。で水曜日にある特訓マスは踏みたいので、マスの調整をしていきます。まあ、名門高校になってくると練習のメニューが豊富なんで踏めるとは思います。であとはオーダーを組んでおきましょうね。あらかじめといっても春の甲子園大会、そのメンバー中心で組んでいければいいのかなとは思うんですが、1番の板垣、田代、2年生田代使う？そうだね。あと福住4番、白石、横田。この辺りは不動でいいのかな。あとは打てる代打が欲しいなというところなんで、といっても打てる代打なんて誰もいないな。1年生で DD っていなかったっけ？それが市村？違うね。1年生堀江だね。堀江を市村の代わりに入れよう。で福岡の代わりに市村、これでいいかな。まあ、学年順で並べてますね。じゃあこれでいきましょう。また1のメニューが増えてきてしまってるんで、どっかでシャッフル、ならず者が出てきたらシャッフルしてもらってもいいかもしれないな。ホリド、さてどうする。伸びプラス2とかでかいよな。あとは打たれ強さも欲しいけど、まあ、ここは伸びプラス2を狙っていきましょう。厳しいか、堀野をもってしても。
みんな練習効率上げてきましたね。なんで熊野の進路相談に乗ったら他の選手の弾道が上がったりするのか謎ですけど、アイドルは下にいるね。アイドルで変化球投げ込みとかを使う、腕立てあたりを使っていきたいので、ここはそれらを残したところでいきましょう。またダメ元でプロの OB のところに向かって、これで赤徳を消してほしい。赤徳は消してくれなかったか。まあ虫がいすぎましたかね。前評判が C の高校との対決か、少し怖いな。 E とかってなってくるとね、まあ楽勝かなっていう感じはするんですけど、 C の高校相手ってなるとなかなか簡単にはいかないんじゃないかなっていう気にはなります。ただ言ってもね、その春の選抜甲子園優勝校ですからね、夏の甲子園地区大会1回戦負けというわけにはいかない。であとは栄冠ナインしか見ていない方ももしかしたら中にいらっしゃるかもしれないんですけど、ハーツオブアイアンを現代元日本プレーが一応終了しましたので、この後はですね、一旦デフコンっていう核戦争のゲーム、まあ、少し前に出てるものになるんですけど、それをやっていこうかなと思ってますんで、もし興味ある方いらっしゃれば、デフコンプレイ開始していきますんで、もうしてますんで、見ていただければ嬉しいなというふうに思います。というところで、ここで公式戦1回戦が始まります。春夏連覇？狙いたいよね。そのためにはまず甲子園に出ることが必須なんで、まあ、ここは4番福住だな。ピッチャー堀野は絶好調なんで、まあ、堀野がしっかり抑えて打線が援護する、まあ、当然の流れにはなるんですけど、堀野が3点以内に抑えて打線が5点ぐらい取ってくれれば安心かなというところですね。早速福住です。まあ、まずは福住なんで、ここはヒッティングでというか、まあツーアウトですからね。2球で追い込まれたか。球速をちょっと見そびれましたけど、なかなか球は速そうでしたね。で、試合の方は動いていて、4対1入るぞ。低い弾道でそのまま入っていきましたね。1点取られて4点返して、さらに追加点を入れて、今は9対1。どう？よし、セーフだね。大津くんのストレート150キロ近く出てるんで、結構速いですよね、高校生にしては。堀野からですね。ここは才能開花を使っちゃおう。これはファールになりますね。最後はストレート151キロ。打ち上げた。
くずみだな。ここはどうする？引っ張ろうか。当たりはいいね。抜けていく。一塁ランナーは三塁までかな。いや、大津くん9点取られて、これ、すごいよな。球威落ちてないもんね。まあ、白石くんは、三遊間抜いていきましたけど、当たりは打ち取られたような当たりでしたからね。で、知念に変わります。というですね、相手のピッチャーが。これは、少し浅くて、二塁ランナーは進塁できないかな。もう1点取って試合を決めたいな。どう？切れていきますね。一塁もアウト。ここは堀野を休ませよう。堀野君にはこの後投げ切ってもらわなきゃいけないんで、まあ、石澤君もねストレートも速いし制球もあるんで安心して見ていられる投手かなとは思うんですけどね。1年生の市村をマウンドに上げておきます。ナックル持ってるからな。高校1年生にしてナックルボーラーですからね。さて、じゃあもう一人矢部くんでも出しておきますか。次世代というか来年のエース候補。どう？追いつく。これは熊野の前に落ちますね。じゃあ強心臓を発動させて低め中心のと言ったらいきなりボールが浮いちゃいましたけど、これはセンター田代が落下点に入るよね。よし、まずは1回戦貫禄のコールド勝ち。まあ、あの冒頭話したように1回戦で負けるわけにはいかないんで、まあ、堀野がしっかり抑えてくれたという感じかな。4番福住が超ノリノリ。ここで堀野が体力回復してくれるといいんだけどな。残念ながら堀野は体力回復メンバーには入ってないですね。はい、では次は公式戦の2回戦ですね。地区大会、夏の甲子園大会地区大会の2回戦になりますんで、30分経ってはいないんですが、一旦今回はここで終わりにして、次回2回戦からプレーの方を続けていきたいと思いますので、皆さんの応援引き続きよろしくお願いいたします。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の
収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。